ヘンリー・ウェインライトはイングランドの殺人運犯。ウェインライトはブラシ作り職人だったが愛人だったハリエット・レーンを1874年9月に殺害し遺体を自分が所有していた倉庫の地下に埋めた。翌年破産を宣告されたウェインライトは1875年9月に遺体を掘り返し兄弟のトマスとブラシ職人の同僚アルフレッド・ストークスの手を借りて 埋め直そうとした。運ぶように依頼された包みの中身を不審に思った、ストークスが包みを開いたところ、人体の一部が出てきたので、彼は直ちに警察に通報した。この事件の報道は、後の切り先、ジャックの報道を上回るほどの量が流された。ヘンリーとトマスは、オールドベイリーで、サー・アレクサンダー・コックバーンによって裁かれ、有罪となった。ヘンリーは、殺人罪、トマスは、 事後の隠蔽のほ助の罪に問われた。ヘンリー・ウェインライトは死刑を宣告され、1875年12月21日に、ウィリアム・マーウッドによって、公死刑で処刑された。ありがとうございます。